こんにちは、名古屋大須のアビシルバーズです。いつも動画をご覧いただき本当にありがとうございます。本日はですね、こちらのクロコダイルのベルトを紹介したいと思います。今回はですね、4本入荷いたしました。まずはですね、こちらのベルトなんですけれども、ダブルステッチなしのこのトゥーラインっていうんですけれども、このボーンがですね2つ入ったクロコダイルのベルトになります。でバックルはですね、オリジナルのブランドのスレイヤーのバックルがついております。でこっからずっとまっすぐ全部トゥーラインですね、2個の骨のバックボーンのラインが2つ綺麗に入っております。こちらですね、ダブルステッチなしでご注文いただいた商品です。ダブルステッチがあるとこのような感じになりまして、2つ見ていただくとこのような雰囲気が少し異なりますね。こちらダブルステッチなしです。こちらがありですね。かなり全く同じ色、全く同じ幅なんですけれども、かなり雰囲気が変わって見えますね。幅なんですけれど全く同じ4センチになります。これはダブルステッチありで4センチ、これなしで4センチですね。一頭一頭ですね、ボーンでも異なりますので、このようにこう全く同じというわけではないんですけど、一個一個のこのワニのですね特色が見れて、とてもおしゃれでですね、インパクトのあるベルトなんじゃないかなと思います。裏はですね、しっかりとこう肌触りのいい牛革で作られております。こちらも同じですね。でこちらはダブルステッチが編んでありますので、後ろはこのような感じになっております。で今回ですね、こちらの方はこうクラウンがついて、こっからぐるっとこうボーンが見えます。でこちらの方はこのままこの先端からですね、バックボーンがずっと綺麗に見えると思います。でこちら2本ブラックですね。でこちらがですね、ダークブラウンですね。ちょっと画像では黒っぽく見えるかもしれないんですけど、これダークブラウンです。でこちらの方も先端の方からバックボーンがこうぐるっとこう揃っております。こういう風ですね。で後ろはこのような牛革になっています。で最後なんですけれども、これ今回ですね、ブルーが入りました。これ見ていただくと分かるんですけど、本当に綺麗なブルーですね。こっからぐるっとこのようにバックボーンが見えます。後ろはですね、黒の片押しですねが使われております。結構青がですね、かなり個性的な綺麗なスカイブルーのようになっておりますので、これから夏とかにでもですね合うんじゃないかなと思います。今回ですね、この4本が入荷いたしました。だいたいですね、長さ的には120センチほどあります。で、お客様に選んでいただいて穴を開けるという作業になります。で今回ですね、この4本のみ入荷しております。意外とですね、クロコダイルベルトバックボーンタイプはですね人気があります。で一個一個で、今回でもですね4本しか入荷してないので、店頭で販売、店頭とインターネットで販売させていただくんですけれども、もう本当に一個売りになっておりますので、1本はですねオーダー品になっておりますので、店頭の方には3本入荷いたします。で YouTube のですね概要欄の方にホームページに飛ぶリンクがございます。そちらの方でご購入いただけます。気になる方はぜひそちらの方もチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。